前回からね、日が全然空いてねえわ。あ、姫んか、ハグロ、ハグロが進化？マジか。お前どんなんなんの？いや、可愛くなってくれ。可愛い系にやってくれ。なんやこれは。もうね、新ボケだろうがなんだろうがね、見ただけでわかるわ。いけしいな。むしろテイクさん、取れたかとしたら0点ですかね。倒してもうてるやんか。モンスターボール返してくれ。ウィクズ博士、お優しい。もう熱い。来たみたいな感じないもん。行くぞティラ。ホックスライ。なんだお前。おー、一瞬でわかった。あいつの進化だ。へー、進化すんだ。なるほどね。進化したらこんなゾロリじゃん、もう。いやーもう、だって方法強いんだもん。このマックスレベルみたいな方法超強いんだもん。俺は優しい。ほい、ドン。もう強い。え、何した今。あ、B 押すと速くなるんだ。へぇ。来たな、ゆうか。あ。やだよ。サクサジム、ジムチャレンジャーなんだと。なるほどね。おい、ハウ勝負や。ハウ強くなったか？俺は強くなってないぞ、ちなみに。レベル上がってないもん、ほとんど。さあ、見せてくれよ。お、ウール。やはりお前はウールを使うんだな。行くぞ、シーア。あ、ポケモン今、買わない人も買ってるからね。意外と剣盾は、やらない人が買ってるイメージある。はい、ウール倒す。嫌だな、なんかこれ。進化したらさ、このまま行くと月光河みたいになるんじゃないの？お前、なんかアーマーが、あれ？お前アーマーがになる？もしかして。最後の一匹になったらもう慌てるんだよ。レートやってるやつはみんな慌てんだよ。え、なにこれ？ラビフット。なにこれ？なんか、クロノーみたい。へぇ。泣き声。泣き声。あ、なんか終わっちゃいそう。水の波動。行くぞ、ほい。なあ、もう岸感ある、この光景。毎回これや。毎回これや。毎回角位置になってもうてる。そうだよね、委員長の横にいた人だよね。何？お引き取りよって何かあった？あ、え、ローズさん何やってんすか？ローズさん何やってんの？急になんか、もう完全にサマータイムしてんじゃん、一人。何サマータイムしてんじゃん。オリーブ君を厳しすぎるかもよ。もちろんファンの大事ですね。院長のためには彼のためにも仕事を動かしていただかないと。あ、この前なんか、お前あれや。思い出したぞ、ビート、お前。何やったっけ？お前ユニラン、自慢のユニランを夜のずくで角位置にされたやつやろ。秘書なんだろうね。でもお前顔厳しいな。なんかお前悪役の、待って待って。お前悪役の顔してるから大丈夫か？オリーブさん。おお、ジムチャレンジャーですね。目力。目力すげえな。ダンテの推薦でちょっと。ちょっとした有名人。へえ。あ、ルーニャリーカード。はあ。大好きな釣り。釣りが好きなのか、お前は。ハグル行け。マジカルリーフ。絶対当たる。絶対めちゃマジカルリーフ。どんごの強い。ちょっと待って、レベルがちょっと低いな。まあ、好きなポケモンやないか。マジカルモリーフ、ウォーン、ハグロの無双、ハグロ無双始まった。いけハグロ、いいぞ。いけマジカルリーフ、必中、マジカルリーフ、ほい、ドン。あ、もう強い。ジムリーダーとのバトルが、始まりますよ。いや、ちょっとどうだろう、レベル上げてねえからな。ちょっと足んねえんじゃないかな、レベル。さあ、二つ目のジムね。かなり早かったな。一つ目から二つ目まで。よくぞ、ジムチャレンジエントリーの方。ね、ルーリナですと。控えめに言っても難しい。嘘でしょ？あ、まあ、そうか。ポケモンにとって控えめっていうのは控えめじゃねえからな。はあ、なるほどね。お前、目力すごいな。勝ってなのな。さあ、勝負だ。よくね、リュナ動画で話題になるお前の力見せてみろよ。このゲ、本助はどうなのか見せてみろ。トサキントから入ってくる。腕組んでんな。強そうだ。行くぜ、ハグロ。なるほど、上昇の目と。
ダイマックス最後の一匹をね、待ってあげる。お前も最後の一匹だ、使うのは。一匹目で使ってたらびっくりするわ。まずはこんなもんだ。ハグロは無双させてもらうぞ。今回はハグロで。ハグロで無双させてもらう。サシカマス。なんだ？サシカマス。どうなんだろう。わかんねえ。ハグロで無双できる気かどうかわかんねえ。いや、ここは一回ちょっと博士に任せる。ここは博士。最強ユニット博士に任せます。よろしくお願いします。最強ユニット博士行け。俺のチームの最強ユニット博士だ。切り札だ、うちの。おー、初めて見た。へぇー。さあ、博士の力を見せてやろう。ジャックアジェット。なるほどね。普通に水弾か？よーい、博士来る。よしよし、うわぁ行けよ、ほら。あ、もう強い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 。博士強えな、ほんとお前。本当に俺の族強えな、お前な。なんでこんな強いんだ、神通力。強いな、ほんと。頼もしいぜ。あ、かじり亀。お前がリーダーか。じゃあ、ここはハグロに任せよう。ハグロとかじり亀のダイマックス対決よ。さあ、お前の切り札だな。最後の一匹じゃないの。最後の一匹だろ。いや、最後の一匹だろ。ほー、これがカジリガメ。まあ、進化前はなんとなくわかってる。さあ、行こう。大草原。お、来た。海に変えましょう。ダイマックスなさい。おー、ダイマックスしてくる。おー、いいねー。向こうダイマックスしてくる。ね。ラストボス感パーないねー。なるほど。ハグロ、行くぞ。なら、こちらも。行け、ハグロ。ダイマックスから、登場。いいねー、行くぞハグロ。いやー、でけえなー。大アタック、なんだ大アタック。おお、地面が割れる。うおー、結構食らうぞハグロ。行け、返せ、こっから返せハグロ。行け、必殺大草原不可避。これは笑える、これ笑えますね、これは笑えますね。草が生い茂った、ウォーン。誰が角位置を取れと言った。しかも足元にも草が生い茂ったし、なんか倒したし、強い。爆発落ちなんて最低。めっちゃむしゃくしゃしてる顔。すげえキーってなってるやん。あ、委員長がお持ちなね、シーフードレストラン防波堤においでなさいと。あ、すごくない？ちょっと待って、これすごいことだよ。委員長のリーカードもらえるってお前すごいことだぞ、ゆかちゃんな。委員長を待たせることなく。へぇ、まあポケモンセンター寄ってこうぜ、でも。レベル上げは裏でします。ワイルドエリアでかかります。第二鉱山。おぉ。ん？あ！あなたですか。この前、夜の作りボコボコにしたやつだ。レベルの低い勝負するとポケモンたちがかわいそうだよね。弱い人間を相手する気分ではないのですよ。どちらどちらに弱い人間を潰してあげるようにさせたいですね。どっちやねん。お前矛盾してんねん。お前ほん、大丈夫？この前みたいになんない？ビート君、この前みたいに夜の作り角位置とかやめてくれよ。ユニアン。でもこっちのレベル低いから多分ね、互角じゃない？あー、うん、互角だわ。さすがに大丈夫そうだな。ポニータ。ポニータか。ポニータか。お前大丈夫？ちょっと待って、今回の角位置。何？今回の角位置出る？この前ユニランやったけど、何？今回はポニータですか？ポニータお前炎タイプや。
炎タイプや。お前は炎タイプだ。お前は炎タイプだ。お前は炎タイプだ。水の炎、ほい。あれあれ、レンリキ、あれ、俺の知ってるポニータじゃねえわ。なんだこれ。あれ、ポニータだよね、君。なんか俺の知ってるポニータじゃないんだけど。あれ、今回の角一枠じゃないの、君。なんだったんだ、あれもガラルか。ミブリム。ああ。お前の切り札っぽいやつね。博士で覚えとしたの、俺の切り札を見せてやる。お前切り札行くんだが、俺も切り札で勝負や。行くぞ。くらえ。おおおお、隠れ、あっ、いるってことですね。おお、行くぜ、博士、よそらし。ふぅなんだよ、こいつ。なんだ、こいつは。つえな、夜のずくな。こんな夜のずくって強かったっけな。まあまあ頑張るから勝たせてあげようかなと思う。結構聞き苦しいぞ。